皆さんこんにちは。市民クラブ田中茂でございます。今回も一般質問の機会を与えていただきまして、市民の皆様および関係者の皆様に感謝いたします。本年秋の本市のイベントは全国花火大会、九州国際スリーデーマーチ、妙見宮大祭を中心にいずれも成功に終了し、市民の皆様と共に喜びとなりました。10月、アメリカ発の金融危機から端を発した世界同時不況は、日本国内でも自動車、電機など基幹産業を中心に産業界全般にわたり、原材料の高止まりおよび消費低迷などにより大きな経営圧迫を受けております。これらの影響もあり、非正規契約従業員の雇用が脅かされ、正規従業員の労働条件確保も心配されております。本市においても若干の影響が出ているようでございますが、今後は雇用を中心に影響が懸念されるところでございます。産業界および一般市民も影響を受けている原油価格は、7月のピーク時に1バレル147ドルまで上昇しましたが、5ヶ月で100ドル下落し、12月に入り1バレル46ドル台まで下落し、ガソリン価格は現在1リットル110円台から100円台で推移しておりますが、100円を切ることは間近と言われております。それでは通告に従い質問をさせていただきます。まず大きな1項目目、財政関係および主に市税についてでございます。12月1日発行の広報安代に、平成19年度安代市決算報告が公表され、早速市民の方から問い合わせがありました。一般会計の収入総額は約538億円となっています。収入財源は自主財源と依存財源から成り立ちますが、自主財源 37.6%、 依存財源 62.4% となっています。自主財源の中心となるのは市税ですが、市税は市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、入湯税から成り立っております。市の各施策の実施のためには、依存財源とともに自主財源の中心となる市税の増加を図ることが重要なことは言うまでもありません。平成19年度の市税収納率は市税全体で 0.3%、 収納額としては約7億8000万円、6% の伸びとなりました。市税増については多くの市民の皆様の理解と協力がありました。市税増はあったものの、喜べない問題もあります。市税の徴収率と収入未済額に触れてみますと、徴収率については現年度分滞納繰越分の合計で 89.7% となっています。また収入未済額は14億5437万円で、中でも固定資産税10億円強、市民税4億円強の未済額は大きいものと思われます。関係市民の皆様の協力が待たれるところでございます。そこで本件につきまして2点の質問をさせていただきます。1点目、平成19年度分市税収納増が7億8000万円よとなっていますが、具体的に内容の説明をお願いします。2点目、市税税目ごとの収納状況と今後の収納対策についてですが、
先の決算審査特別委員会で審査審議されていますが、市民に分かりやすい形でのご説明をお願いいたします。また今後の収納対策につきましては、可燃度滞納者の周囲からも従来の確実的な徴収でなく、滞納者が納税しやすいような施策が検討できないかとの提言も出ております。併せてお尋ねをいたします。大きな2項目目、後期高齢者医療制度についてでございます。本年4月1日、75歳以上の高齢者は全員加入となる後期高齢者医療制度がスタートしました。それまで加入していた国民健康保険などの医療保険から切り離し、年齢で区切った新しい制度となりました。全国で約1300万人、県内では約25万人が対象で、うち本市は約2万人が対象となっています。制度が始まった当初は、全国で保険証の紛失や保険料、74歳以下の配偶者の扱いなどについての問い合わせが相次ぎました。また制度発足直後の4月15日には保険料2ヶ月の転引きもあり、当初から混乱が発生しました。新制度は都道府県単位の広域連合が運営し、かかった医療費をもとに保険料を決めることになっています。熊本県では制度発足前試算では、保険料が一人平均年間77,600円で、全国平均より約3,000円高くなっていました。制度自体に差別の問題やあまりにも問題が多いこともあり、制度の廃止を含めた大規模な見直しを求める声が続出しております。そこで次の2点につき質問いたします。1点目、制度実施から現在まで本市担当にどのような問い合わせが多くあったのか、また担当としてどのように対応したのか、ご説明をいただきたいと思います。2点目、制度自体に問題も多く、制度実施後も改善を含めた手直しが実施されているようですが、今後予想される改正点につきご説明をお願いします。3項目目、放課後子ども教室推進事業についてでございます。現在放課後の児童に対し、厚生労働省所管の放課後児童健全育成事業、通称放課後児童クラブと言っておりますが、市内25施設で実施されております。この事業は共働き家庭などのおおむね10歳未満の児童に対して、放課後に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的としております。この事業が実施されていない校区では、放課後の児童の安全と健全育成を求める場の設置が要望されていました。このため市では本年4月から文部科学省の放課後子ども教室推進事業、通称放課後子ども教室でございますが、これを導入することになり、郡地区小学校と昭和小学校に導入となりました。この事業は放課後や週末に小学校の余裕教室を活用して、地域の方々の参画を得て、勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等を行い、子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進することを趣旨目的としております。対象は実施小学校に在籍するすべての児童となっております。
そこで次の2点につき質問をいたします。1点目、事業実施校2校の導入から現在までどういう活動が行われているか、またスタッフの体制についてお尋ねをいたします。2点目、事業実施後2校の今後の取り組みおよび今後の事業予定校と次年度実施予定校の取り組みについてお尋ねいたします。1、2項目目は担当部長に、3項目目は教育長にお願いいたします。以上で壇上からの質問を終わり、再質問も含め発言先からとさせていただきます。総務部長。議員ご質問の財政関係、主に市税についての1点目、平成19年度分市税収納増の具体的内容についてお答えをいたします。平成19年度の市税は18年度に比べ 6.0%、 7億8113万円の増加となっております。個人市民税の減年分8億5064万円の増加が主な要因でございます。これは国と地方の三位一体改革により国の補助金削減が行われる一方、国から地方への税減移譲が実施されたことによるものでございます。具体的には平成19年度から国税であります所得税の税率が引き下げられ、代わりに個人住民税の税率が従来 5% から 13% の3段階の累進課税であったものが一律 10% となったことによるものでございます。次に2点目、市税税目ごとの収納状況と今後の収納対策についてお答えをいたします。平成19年度の市税の税目ごとの収納状況でございますが、まず現年度分から申し上げます。市民税でございますが、決算額54億5839万円で前年度と比べ 17.4% の増でございます。なお収納率は 97.4% となっております。次に固定資産税は決算額70億2586万円で前年度と比べほぼ同額で収納率は 97.1% でございます。軽自動車税は決算額2億5848万円で前年度と比べ 2.9% の増で収納率は 96.2% でございます。タバコ税は決算額8億6186万円で前年度と比べ 0.3% の減で収納率は 100% でございます。入湯税は決算額1247万円で前年度と比べ 4.8% の増で収納率は 100% でございます。また可燃度分につきましては決算額2億739万円で収納率は 14.4% でございます。現年度可燃度を合わせました市税全体では決算額138億2445万円で前年度と比べ 6.0% の増となっており、収納率は 89.7% で前年度に比べ 0.3 ポイントの増となっております。次に今後の収納対策でございますが、市税の歳入確保は市にとりましては重要な課題でございます。そこで今年度は徴収体制の強化策といたしまして、県と合同で捜索購買といった滞納整理を始めたところでございます。具体的には県に設置されました地方税徴収特別対策室とチームを組んで、悪質な滞納者や高額滞納者を対象に捜索などを行っており、滞納の未然防止、さらには滞納繰越額の縮減につながるものと考えております。今後はこの新しい取り組みを継続してまいりますとともに、
これまで実施しております夜間聴収や休日聴収をはじめ、関係各界への応援聴収、文書や電話による催告、相談員を活用しての訪問聴収など、従来の対策をさらに強化徹底してまいりたいと考えております。なお、滞納者に対します納税相談としましては、収入状況や財産調査など、生活状況を十分調査した上で、場合によっては分割納付や市税条例施行規則に基づきました延滞金の減免などの必要な措置を講じているところでありますが、納税の公平・公正という観点から原則として納期内納期をお願いしているところでございます。以上お答えといたします。田中茂君、はい、ありがとうございました。ここで、再質問を一点させていただきたいと思います。ただいま答弁の中で、今年度から徴収体制の強化策として県に設置されている地方税徴収特別対策室の目的が触れられておりますが、その目的と構成についてお尋ねをいたします。総務長。実績よりお答えをいたします。先ほど述べましたように、平成19年度に県税務課内に、県職員2名と市町村派遣研修員3名からなります、個人住民税徴収担当、徴収対策担当が設置されました。設置の目的につきましては、個人住民税の収入確保と合わせまして、市町村の徴収技術の向上を目指すものでございます。その対策をさらに強化いたしますために、平成20年4月1日付で地方税徴収特別対策室となり、本市におきましては平成20年度から1名の職員を派遣をいたしております。この地方税徴収特別対策室の構成でございますが、県職員7名と八代市をはじめ旧市町村からの派遣研修員9名の計16人体制で組織されております。県職員2名と派遣研修員3名を一般といたしまして、3班構成で派遣市町村の徴収支援を行っているところでございます。投資での取り組みといたしましては、特別対策員と納税課職員合同で週1日の捜索の実施と定期的な購買会を開催しているところでございます。以上お答えといたします。田中茂君、はい、ありがとうございました。本件につきましては、先にも述べましたように、先の決算審査特別委員会で、十分審査審議されたところでございますが、申しましたように市民の方の声もあり、質問とさせていただいたわけでございます。多くの市民の皆様の理解と協力で本市が運営され、重要な仕事が遂行され形作られてきました。これからも市の発展のためには、市税の納入は欠かすことのできない重要なことと思われます。市の収納体制については苦労も多いことと思いますが、未収入減少のためさらに努力を続けてもらいたいと市民は願っているところでございます。また残念ながら未納状態となっておられます市民の方の収納も待たれるところでございます。それでは大きな2項目目、後期高齢者制度についてお願いいたします。健康福祉部長。はい、議員お尋ねの後期高齢者医療制度の1点目、制度実施から現在までの問題点についてお答えいたします。ご存知のとおり、今年4月から後期高齢者医療制度がスタートいたしました。
施行直後から保険証や保険料についての問い合わせが殺到いたしました。中でも制度を年齢で区切ったことや保険料の年金天引きについての不満および納付時期や納付方法についての問い合わせが多く寄せられました。6月には政府与党の見直しにより低所得者の方を対象とした保険料のさらなる軽減措置やこれまでの納付実績などの要件を満たす場合に限り年金天引きから口座振替への変更を認めるなどの措置が実施されました。この措置により問題点のいくつかは解消されましたが市の窓口では新たな問題が出てまいりました。特別措置により保険料が年度途中で軽減された方は10月以降の年金天引きを行うと納めすぎとなります。このため年金天引きを中止する方が8543人にも上りました。これは9月末の全被保険者1万9843人の約 43% に当たります。対象となった方へは事前に変更についての通知をお送りし納付書でお支払いいただく方へは納付書をお送りしておりました。しかし年度途中の変更であったためなかなかその内容を理解してもらえず年金天引きが継続していると思っていた、あるいは納付書が届いたことに気づかない、紛失したとの問い合わせが数多く寄せられました。また中には年金天引きが中止されたためにわざわざ市役所や金融機関まで納付しに行かなければならないといった不便さを訴える声も数多くありました。本市の対応でございますが、お問い合わせは高齢者の方本人が電話や窓口でされる場合が多くあり、できるだけ分かりやすい言葉でゆっくりと説明するように努めておりますが、電話ではなかなかご理解いただけない場合もあります。そのような時は自宅へ出向いて説明を行っております。さらに窓口での対応ではパンフレットなどを用い時間をかけて説明するよう心がけております。さらに対象者の方への通知や広報やつしろの記事案内チラシなどの広報におきましてもできるだけ文字を大きく表現を分かりやすくするなどの工夫を行ってきたところでございます。議員お尋ねの2点目、今後予想される改正点についてお答えいたします。今後予定されている改正は平成21年1月1日から施行されるものが2点でございます。まず1点目は月の途中に75歳に到達して後期高齢者医療制度に加入した場合、高額療養費の自己負担限度額が加入前後の制度で別々に設定されるため年齢到達月は負担が2倍になるという問題が指摘されておりました。この問題を解消するために75歳の誕生月前の制度と誕生月後の後期高齢者医療制度それぞれの自己負担額を本来額の2分の1にし負担増を解消する政令の改正が行われました。2点目は夫婦のどちらかが後期高齢者医療に移行した場合収入判定が複数世帯から単身世帯に変わることにより医療機関での自己負担が1割から3割となる方がいたため、これも21年1月から1割負担に据え置く改正が行われました。次に平成21年度に予定されている改正でございますが3点ございます。1点目は低所得者にかかる保険料の軽減措置の継続でございます。今年度は保険料の均等割が7割軽減になった方は 8.5 割軽減に、保険料算定の基礎となる所得が58万円以下の方は所得割額を 50% 軽減する措置が行われました。平成21年度においては均等割7割軽減世帯のうち後期高齢者医療の被保険者全員が年金収入80万以下の場合には均等割額を9割軽減する措置が行われる予定でございます。
また保険料算定の基礎となる所得が58万円以下の方についても今年と同様の措置が行われる予定となっております。2点目は被用者保険の被扶養者にかかる保険料の軽減対策でございます。今年度は4月から9月までは保険料の負担はなく、10月から平成21年3月までは均等割額を9割軽減する措置が行われました。引き続き平成21年度も4月から平成22年3月までの1年間均等割額を9割軽減する措置が行われる予定でございます。3点目は年金転引についての見直しでございます。今年度は納付実績などの一定の要件を満たした方のみを対象に年金転引から口座振替への変更を認める措置が行われましたが、平成21年度は要件をさらに緩和し、市町村が認める方については口座振替への変更ができる方向で改正が準備されているところでございます。なお国は今後1年をめどに制度の必要な見直しを行うことを表明いたしております。公費負担の引き上げや財源のあり方、年齢区分のあり方、都道府県の関与のあり方などなど幅広い議論が行われるようでございます。以上お答えといたします。田中茂君、はい、ありがとうございました。制度変更後も失礼しました。制度実施後の変更が多く、また今後の変更も予定されておりまして、対象の方のも大変だと思いますが、市の担当の方も大変多忙を極めておられるというふうにお聞きしております。ご苦労様でございます。ここで再質問を一点お願いいたしたいと思います。以上。田中茂君、はい、制度発足後問題もありまして、後期高齢者医療の保険料が負担軽減の措置が行われていたようでございますが、その後の保険料についてどのような影響があったかお尋ねをいたします。健康福祉部長、はい、自席からお答えいたします。今年6月12日に政府与党の見直しにより低所得の方へのさらなる保険料の負担軽減の措置が決定されました。この措置により熊本県では保険料の平均が5万1561円になりました。今年4月1日時点での熊本県の保険料の平均が6万1100円でございましたので、9539円減額になったこととなります。これは全国平均6万5000円より1万3439円安い保険料になっております。以上お答えといたします。はい、田中茂君、はい、本制度発足から現在までと今後の改正点につき詳しく説明いただきありがとうございました。今後の改正につきましても対象となられる市民の皆様にはなかなか理解されるまでにはまだまだ距離があるのかなと思っているわけでございます。じゃあ先日2日でございましたが、地元市有観で小さな記事を見つけて調査をいたしました。午前中も若干質問で振られたところでございますが、12月1日東京都日の出町議会は75歳以上の町民の医療費を無料化する条例を可決いたしまして、来年度4月から実施されることになりました。東京都日の出町は東京都心から西へ約50キロメートルの位置でございます。同町の制度は
後期高齢者医療制度の自己負担分原則1割でございますが、この全額助成する仕組みで全国的にも珍しく、町によりますと他自治体からの視察団も訪れておられるとのことでございます。条例によりますと所得制限は設けていないが、町内に3年以上居住していることが条件としまして、75歳になった人が人間ドックを受診する費用も助成するとしています。町の人口は約1万6000人で、うち1800人の方が対象で、年間助成額は約8500万円を要し、来年度一般会計で計上の見込みとのことでございます。財源には昨年町内に出店した大型ショッピングモールの固定資産税約3億円などを充てる方針とのことでございます。今回の日の出町の取り組みは町自治体規模と財源にあると思われ、他自治体にどのように波及するか不明な点はありますが、全国的に波紋を与えたことは事実と思われます。そういうことから地方から国を動かす力になるか注目が集まることと思われます。次、3項目目お願いいたします。教育長。議員ご質問の放課後子ども教室推進事業についてお答えをいたします。この事業の趣旨目的につきましては議員ご案内のとおりでございます。この事業は国の補助事業でありまして、事業実施の経緯につきましては平成19年度に八代市放課後対策事業運営委員会を設置いたしまして、放課後対策事業未実施校の解消を目指すことといたしました。その中でモデル校2校を選定し、保護者へのアンケート調査を実施してニーズを把握するとともに、コーディネーターや安全管理委員等のスタッフ募集を行う一方、 PTA や奏者協、町内長区長会等に指定しました。町内長区長会等に下校時の安全対策や子ども教室へのご協力をお願いしてきたところであります。また学校との連携のもと、コーディネーターを中心に活動計画を策定し、その後保護者への説明会を実施して、本年より郡地区小学校と昭和小学校において放課後子ども教室を開設いたしました。スタッフにつきましては各学校にコーディネーターと保護者や教職経験者を中心とした安全管理員を配置し、事業の企画運営安全確保に当たっていただいております。現在参加児童数は郡地区小学校44名昭和小学校33名で、週2回の教室を実施いたしております。内容につきましては宿題サポーターサポートや電車遊び、パソコン学習をはじめ、和太鼓の体験や老人会との交流活動などを行っております。保護者からは授業では体験できない内容や異なる学年と一緒になって活動する放課後子ども教室に対しまして、子どもたちが教室を楽しみにしていると、また参加させてよかったなどのお声をいただいているところでございます。次に2点目の事業実施校の今後の取り組みと新実施校への対応についてお答えをいたします。まず事業実施校の取り組みにつきましては、今後とも保護者の要望等を参考にして、これまで実施してまいりました学習活動や体験活動などの充実を図るとともに、地域の方々のご協力を得ながら、婦人会や老人会など地域との交流活動もさらに推進してまいりたいと考えております。
次に新実施校への取り組みでございますが、放課後対策事業運営委員会におきまして協議を行い、放課後対策事業未実施の校区について事前調査を実施したところでございます。この校区におきましては、新たに放課後児童クラブを開設予定の私立保育園があるなど、各地域で状況が異なりますために、新たな導入にあたりましては、その状況を十分精査して放課後子ども教室の拡充に努めてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。田中茂君、はい、ありがとうございました。ここで再質問を1点お願いしたいと思います。本事業実施2校の運営費と児童側の負担金についてどのようになっていますか、お尋ねをいたします。教育長、はい、自責から指摘をいたします。事業実施校の運営費と負担金についてお答えをいたします。まず運営費でございますが、平成20年度の予算といたしまして、合計167万1000円を計上しており、主な施設の内訳としましては、運営委員、報奨費やコーディネーター、安全管理員等のスタッフへの報奨費として144万9000円、そのほか備品購入費、消耗品費など22万2000円となっております。次に参加児童の負担金でございますが、社会保険料として児童1人当たり年間500円のご負担をお願いしているところでございます。以上お答えといたします。田中茂君、はい、ありがとうございました。本事業につきましては準備の上、本年4月から郡地区小学校と昭和小学校で実施されまして、大変好評であるとの説明がございました。事業がスタートしまして、地域の方々の協力を得ながら多くの児童が参加し、順調に運営されている様子がよく分かりました。一般事業では体験できないことが子ども教室で実施され、児童の楽しみも増加し、素晴らしい事業と感じました。事業実施校で今後無理のない形での充実と未実施校の実施に向けた検討が進みますことを記念申し上げまして、今回の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。